アルシノイテリウムは、約3500万、約2300万年前の、アフロアラビアに生息していた、植物植生ユーヒズメ哺乳類の一種。アルシノイテリウム科の模式属で、かつ、重脚目の代名詞のように語られる動物である。巨大な体育と角を持ち、その外観から、サイのような印象を受けるが、進化系統上は遠く、近縁関係が認められるのは共に、 金ヒズメ類として総括される、動物群、すなわち、ハイラックスや像、ジュゴンなどである。なお、メレベルの系統分類についての詳細は、住脚目を参照のこと。プトレマイオス朝エジプトのアルシノエ2世女王の、宮殿遺跡の近隣で、本族の最初の化石は発見された。ゆえに、俗名は、女王の名をギリシア語、セリオンに関したものとなっており、アルシノエの獣オイス。 中国語では、エジト獣脚獣とのいで、エジプト獣脚獣と称す。画像マイナス1、アースノワスリアムジタライ最初に発見された、骨格化石標本。いわゆる、アルシノエ二世女王の獣。英国、ロンドン自然史博物館。長らく獣脚目は、エジプトのファイユーム地方から見出される本種の他には、有力な発見例がなかった。本種だけは、 極めて良質な標本を得ることができたので、10脚目の代名詞ともなった。学名の項で触れた最初に発見された化石が、それであり、唯一の完全な骨格標本である。しかし、近年では断片的ながら、アフロユーラシア大陸の広範な地域から、10脚目の化石発見が報告されており、本種もまた、ファイウムのみならず、 アフロアラビアに広く分布していたことが分かってきている。化石は、北アフリカ、サブサハラアフリカ、アラビア半島から、模式種アルシノイテリウムジュッテリが、エチオピアからは、アルシノイテリウムギガンテウスと、アルシノイテリウムアンドレウシーが発見されている。画像マイナスに、アルシノイテリウムと、人の対比図。アルシノイテリウムの肩高は7フィートとして描かれている。これは、発見されている。 最大個体の数値に基づいての再現。模式種はこれほど大きくはなく、肩高約1.8メートルとされている。体長約3.0メートル、体高約1.8メートル。発見されている最大個体で肩高約2.13メートル。重脚目の特徴として、骨太で頑丈な極と短くはあるが、柱のようにがっしりとした獅子を持つ。 重量感あふれる動物であった。頭部には4本の角がある。眼下の真上にある一体は小ぶりでほとんど目立たないが、その前方にあって、頭頂前面から生え出したような形で伸長している。もう一体の角は非常に大きく印象的である。心持ち V 字型に開きつつ並列したそれら2本の角は、側面から見ればやや反りを加えた刃物の切っ先のような形状をしている。 斜め前方に向けて突出した。それは、退治する者をやつするに、十分な迫力を持っている。画像マイナス3、黒彩の皮膚を確認。重ねて言うが、本種との相似は、修練によるもので、系統的類縁性はない。この体つきと、どゆえに、本種の外観は、原生の際にかなり似ていたに違いない。ただし、両者の間に進化系統上の類縁性はなく、 全ては修練進化による結果的掃除である。最のそれとは違って、彼らの角は頭蓋骨自体の身長によって形成される個室のものであった。角の内部は空洞となっており、見た目に反して軽量な構造体である。また、表面に確認される溝は血管の痕跡と考えられ、このことから角は皮膚組織で覆われていた可能性が高い。 重脚目の特徴として、体の皮膚は、厳正のイや、象のそれに似て、分厚く、そしてほぼ無毛であったと推定される。葉は、これもやはり重脚目の特徴としていく分原始的で、あり、魔獣類の基本数である44本が完全な、形で揃っていた。また、その形状から、植物植生であったことがわかる。彼らは、アフロアラビアのマングローブや小宅地といった、 温暖湿潤な環境を中心に生息していたと考えられている。全身余末期を最後に彼らを含めた住脚類は姿を消すが、その原因も地球環境が寒冷化、乾燥化していくに伴って生息に適した環境が失われていったためと考えられる。アルシノイテリウム属の海分類についての詳細を記す。地名は化石の発見地。略語。 アースノワスリアムジタライ、ありがとうございます。